私はトリトット王国の王女マツは、突然まばゆい光に包まれたと思ったら、鳥取という地でアイドルストリーマーとして活動することになってしまいましたの。転生したらアイドルストリーマーになってたけど、鳥取で活動していくことにしました。略してテントリ。皆さんごきげんよう。私はトリトット王国の王女マツは、異国の地鳥取で配信ネタを探していたら遊覧船に乗ることに。船からの景色は最高で、大自然の雄大さを満喫しまくりですわ。素敵な船の旅でしたわ。お腹が空いて力が出ないですわ。ちょうどいい、すぐそこにカフェがありますよ。カフェ？いらっしゃいませ。こんにちは。こちらは去年オープンしたばかりの港カフェです。鳥取砂丘らっきょうタルタルソースをトッピングした海の幸をぎゅっと詰め込んだオリジナルバーガーや、 SDGs への取り組みとしてエビの殻を使い、石見の地酒瑞泉を隠し味に使用したビスクなど、地産地消を意識したメニューを取り揃えています。食べ応え抜群。このオリジナルのタルタルソースとフライの相性が最高ですわ。エビの香りもたまりませんわ。こちらの石見ブルーサイダーも人気の商品なんですよ。浦留海岸の透き通った美しい青色、石見ブルーをイメージして作られたサイダーです。爽やかで飲みやすい。暑い日にもぴったりですよね。この見た目もかわいい。遊覧船だけではなく、カフェでも浦留海岸を楽しんでいただけたらと思います。忘れちゃいけない、イカスミを使ったイカスミソフトもおすすめですわよ。どんな味がするのかしら。各種店舗の情報はこちらです。来週も転生転生、またお会いしましょう。